現在、中国への牽制を強める台湾。一番の弱い部分とされる海底での防衛。いわば、潜水艦の老朽化が進んでおり、それに比べ、中国は次々と潜水艦の建造を国を挙げていっている。今回は、バイデン政権に代わり、台湾政策がどのように変化していくか。詳しく見ていきますね。台湾では、現在潜水艦自主建造を行っているので、あと数年で防衛策は変わってくるでしょう。今思い出したのですが、オーストラリアはまだ始まっていなかった。2021年1月20日にアメリカの大統領がバイデンに移行した後、23日、24日の両日で連続して中国軍の航空機が台湾の防空識別圏に多数侵入するという挑発行為を繰り返している。各国が設定している防空識別圏は領空とは異なり、侵入する自国以外の航空機への攻撃が許されるわけではないが、領空への侵入の可能性を考慮し、多くの場合、スクランブル発進が行われる。中国軍は23日に J-16 戦闘機4機、H-6 爆撃機8機などの計13機を送り込み、翌24日には J-10 戦闘機6機、J-16 戦闘機4機、SU-30 戦闘機2機などの計15機を台湾の防空識別圏に侵入させた。こうした一連の中国軍機の行動には、バイデン政権に代わった後のアメリカがどのような反応、対応を見せるかを政治及び軍事両面で試そうとする狙いがあると見られている。中国は台湾を自国の一部であると強硬に主張しているが、前アメリカ大統領トランプ氏の政権が晩年台湾への多数の武器輸出を承認するなど対立姿勢を明確にしていたことへの反発が元にあるのだろう。そもそも日本では台湾の立ち位置があまり報じられない傾向にあるが、かつては中国といえば台湾中華民国のことを指し、現在の中華人民共和国のことではなかった。これが1970年代にアメリカ、日本が相次いで中華人民共和国を正式な中国と認め国交を結んだことから、中華民国は中国ではなくなり、国の地位を剥奪さて、今の状態に陥ったのだ。これは、中国大陸を統一した中国共産党を、その支配する面積、人口の多さなどから勘案して、その後の経済発展も見込んで、世界の多数が今の中国を認め、逆に台湾を確かな立場に追いやったと言える。中国は元から台湾を自国の一部とみなしており、いずれ平和的にか、軍事的にかは別としても吸収してしまおうとの目標を当然のように掲げるようになり、現在に至っている。大陸側の中国と台湾とを隔てているものは、わずかにおよそ 100km 前後の台湾海峡でしかないが、この距離であっても中国軍が台湾に軍事侵攻するのはリスクが大きいと見られてきた。これは台湾を中国が軍事的に占領するには、最終的には陸上部隊を
送り込んで制圧する必要があるのだが、中国側からの上陸に適した地形は台湾には少なく、守る側が優位だったためだ。しかし、近年中国軍は075型強襲揚陸艦など大型の兵員輸送が可能で、上陸用集艇を収容可能なこれらの艦艇を矢継ぎ早に建造し、すでに3隻が浸水、さらに5隻を追加しようとしている。これらを台湾の沿岸部に接近させないようにするためには、航空機による空対艦ミサイルや攻撃型潜水艦による魚雷対艦ミサイルなどの兵装を充実させる必要が台湾には生じていた。そこで台湾は航空機としてはアメリカから F-16 戦闘機の最新型である V 型を60機以上調達することをトランプ政権で承認を受けたが、攻撃型潜水艦については調達先が見つからなかった。そのため、やむなく台湾は攻撃型潜水艦の自国開発を決断し、現在保有している4隻の潜水艦を新造する予定の8隻の潜水艦で、すべて代替させる計画をスタートさせるに至っている。そもそも、現在台湾が保有している潜水艦とは、うち2隻は太平洋戦争中に、アメリカ海軍が建造したものであり、もはや、老朽艦の域を通り越して6に、戦力として稼働できるのかも疑わしい。残りの2隻は、1980年代にオランダから調達したものだが、こちらにしても、すでに40年ほど前の艦であり、前に2隻に比べれば幾分か増しとはいえ、現代戦での有用性は低いだろう。ちなみに、このオランダからの潜水艦の調達も2隻のみではなく、その後も続けられる予定だったものが、中国の圧力によってキャンセルされる。不気味にあっており、追加導入は妨害されたものだった。今や中国海軍の艦艇数は史上類を見ないほどのハイペースで量産されており、先の075型強襲揚陸艦を含めて台湾が多少の潜水艦を今から保有したところで抑止力にならないとの声も一部にはある。しかし、台湾は中国と正面から戦うことを想定しているわけではなく、自国への上陸が予想される沿岸部にこれら中国海軍の艦艇の接近阻止を成功させることが目的なので、無駄ではないだろう。我々、日本も、尖閣諸島への中国の圧力の増加に直面しているが、これまで、中国との経済的な関係の維持を優先し、台湾への直接的に有効な支援はほとんど行われていない。台湾の国産潜水艦建造計画にすら、表立った協力を表明できない日本は、むしろ中国の行動を利するばかりの状態を自ら招いているような体制にあると言わざるを得ない。せめて台湾への潜水艦の輸出は困難だったとしても、台湾も自国領だと主張する尖閣諸島を諦めさせる代わりに、潜水艦建造の技術支援を行うなどの方策は取れないものだろうか。